頭2番の平川秀康、平川先頭だ。3番手この争いは注目ですが、鈴木教師が上がってきた。鈴木教師が3番手上がる。外6番の中野紀人ですが、3番手は8番の鈴木教師、先頭2番の平川、矢島2番手、鈴木教師が3番手が合流。さあここで池田が体勢作る。残り1周でここで福田を捉えました。さあ篠原が追いつけるかどうか。 2,3 番手微妙な距離感、篠原3番手。さあ2番手優出権は福田が残すか、篠原が捕まえることができるかどうか。福田がいっぱい残している。篠原は3番手がいっぱいだ。池田が連勝ゴール。さあ中村が残り1周回、やはり今日も測ったかのように先頭に抜け出す。2番手が真中、3番手は大木光、1番松村、4番手、28期上位独占となりました。先頭8番の中村雅人、着彩上の強さ。2番手真中、3番手大木、中村連勝ゴール。さあ2、3番手車間はどうか。若いボーイすがりますが、3番手から2番手浮上になるかどうか。竹内が粘る。若い3番手、先頭7番の五十嵐和夫です。やはり走走タイム 3,4 は強烈だった五十嵐和夫。締め切りました。11レース締め切りました。ショートレース場2019年最後のナイター開催、締めくくるのは第13回の週刊実話杯です。8月19日は語呂合わせでバイクの日。そのバイクの日迎える優勝戦0と20の戦いとなります。ゼロ班平川博康、10メートル福田裕二、真中大輔、そして20戦五十嵐和夫、池田正和、鈴木清、若井友和、中村雅人。川口、今年のナイターの締めくくりはオール地元勢による戦いとなりました。ここに来て28期が奮闘しています。優勝戦の発走でございます。人気は池田、中村。3秒を切りました。週刊実話杯優勝戦スタートしました。10メートルインコースから福田、そして真中は下りスタート、そして20戦は五十嵐がスタート劣勢。五十嵐がスタート遅れてしまった。池田が行きました、好展開だ。そして6番の鈴木をしついていく。4番の五十嵐6番手、後方7番の若い中村、最後方からの競争です。さあ1番の平川が逃げる。久々の優勝がかかっています。12年半ぶりの優勝に向けて1番の平川が逃げています。福田が2番手、3番手、3番の真中大輔、その後に5番の池田正和が続いています。グランプリの準決勝戦では悔しい思いをしましたが盛り上げました。池田が現在は4番手。池田も一昨年の12月以来入賞がかかっています。現在4番手、前の4社がやや後続を離している。逃げる1番の平川です。2番手が2番の福田裕二、後続を抑えています。3番の真中が外にいる。さあ池田がそのインコース狙ってくる。さあまとめて2人を捉えた。池田が2番手ジャンプアップ。さあここで平川に迫ってくるのは5番の池田であります。池田が2番手上がりました。3番手以下が混戦か。2番の福田裕二、3番真中、その後に7番の若い中村の追いかけはどうか。中村雅人現在まだ後方です。まだ6番手中村。
3番手3番真中ようやく上がる。さあそして前の2人、池田がここで平川を攻略しました。池田正和が先頭、平川2番手交代も明るめず食らいついていく。3番手3番真中、その後にインコースから若い、外から中村がようやく現れる。しかしもう残り1周となります。先頭5番の池田、2番手1番の平川、3番手3番の真中大輔、その後に8番の中村雅人、先頭は1番人気の5番の池田正和。完全 V で決めるか。2017年12月以来久しぶりの優勝となる、1年9ヶ月ぶり、池田正和が優勝のゴール。久しぶりの勇姿、池田正和が完全優勝で今年の川口ナイターを締めくくりました。2番手には1番の平川、3番手最後は接戦でしたが、わずかに真中か。1番人気の指示に応えた池田、2番手平川、3番手が真中大輔、28期の2人。お手持ちの投票券確定まではどうぞ大切にお持ちください。28期の面々を従えて、池田正和が通算67回目の優勝の号令と飛び込んでいきました。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶり2年ぶりぐらいないですかね。確かに久しぶりに惜しいとこは。ありがとうございます。参りました。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。皆さんおめでとうございます。ありがとうございます。すみません、こちらお願いします。いきます。はい、チーズ。はい、いきます。はい、チーズ。はい、おととしの12月以来の優勝となりました、池田選手。なかなか勝てなかったですからね。いや、これほどブランクがあったのはなかったと思うんですけど ね、池田選手ね。本当ですね、1年9ヶ月ぶりの優勝ということになりました、ずっとね、S級はこう張ってはいるんですけれども、はい、意外には意外、ちょっと優勝からはね、下、ね、がっていました。そのあたりもあってか、今帽子が取れてしまいましたかね。ちょっとそう、やっぱり、うん、ウィニングランのその勝手をさすがの池田選手もちょっと忘れていたのかもしれませんね。この風を受けるというところをね、今日風ちょっと強いですよね。あ、そうかもしれないですね。ちょっと今恥ずかしそうに戻った池田選手が。でも前回のね、SG のこともやっぱりあのスタートのキレとか、本当になんか魔法にかかったみたいだったって話をしてて、まあ、優勝は結局できなかったので、結局ね、12レースに乗れなきゃ意味ないよって話はしてたんですけど、それでも久しぶりにそういうふうにいい状態で、はい、まあ、ちょっと魔法がね解けないようには頑張りたいけど、そうですか、今節迎えていましたね。はい、いや、池田選手本当にグランプリの準決勝戦一番熱くした選手だったんです。本当に惜しかったんですが、悔しかったと思いますよ。思いますけどね。みんなにいいレースだったって言ってもらえたとは言うんですけど、でもやっぱり優勝しないか意味ないよね。そうですね、って話してましたね。池田選手ですからね。あの節は結構あの元船橋の選手が活躍していまして、伊勢崎ロッカーに行った時にそのみんな調子いいからねって、自分も、ちょっと頑張りたいねって話はしていたんですけれども。それでは早速お呼びしましょう。第13回週刊実話杯で見事優勝を飾りました地元川口池田正和選手の登場です。皆様拍手をお願いいたします。池田選手お願いいたします。池田選手、改めまして優勝おめでとうございます。ありがとうございます。2017年12月以来1年9ヶ月ぶりの久々の優勝となりました。今のお気持ちいかがですか？ほっとしてます。あの完全優勝という形でしたけれども、まあ、今節はどうですか、エンジンの方はすごく良かったんでしょうか？そうですね、全体的に良かったと思います。あの今日のレースはどんな気持ちで臨みましたでしょうか？結構人気になっている感じだったので頑張んないとなと思ってました。
試走は 3-1 だったんですが、手応えの方はいかがでしたでしょうか。タイヤがちょっと滑り気味だったので、ちょっとレースになったら厳しいかなと思ってました。でもスタートからいい気配感じてました。あ、スタートは良かったと思います。道中は着実に追い上げまして、残り2周を残して先頭に立ちました。そのあたりはエンジン状態どうだったんでしょうか。そうですね、2番手で立ってからは余裕があったんで、いけるかなと思ってました。心境的にもいけるかなと。いかなきゃなと。はい、ゴールした瞬間っていうのは自覚はあったんでしょう。はい、入賞したと思いました。どうですか、久々のウイニングランがここ地元のあたりはどうでしょう。嬉しいですね。温かい声援ありがとうございます。いや、次のレースに向けて弾みもついたんじゃないでしょうか。はい、では最後に皆様に一言お願いできますでしょうか。これからも精一杯頑張ります。お待ちください。本当におめでとうございました。